はい、どうも、ひろかでございます。やっとこの動画を出せるということで、やっていきましょう。本日の動画はですね、こちら、スカットで試合の方行きます。はい、どんなスカットなのかって言ったところ、これを見てわかる人いるかというところなんですけども、まあ、真ん中、ファンダイク、マルキーニョス、メンディは、ちょっとここには、その今日の題材にする条件、適する選手がいなかったので、まあ、一旦いつも使っている選手3人使っています。それ以外のポジションは、全員ダブルタッチ、エラシコ、足裏コントロール、持っております。まあ、これ何かというと、この3つのスキルがあると、ネイマールダブルタッチ、ヌルヌルというダブルタッチができるというスキルになっております。ということで、特殊ダブルタッチスカットになっております。これ全員持ってます、ここにいる。選手、さっき言った3人を除く選手ですね。で、またですね、ベンチメンバーもしっかり揃えました。ヌルヌルの選手たちで。はい。ということで、今日はこの特殊ダブルタッチ動画にしたいと思います。でですね、まあ、特殊ダブルタッチ持ってる選手を獲得したいっていう方多いと思います。これぜひね、参考にしていただければなと思います。この選手たちはみんな持ってますよ、といったところ。まあ、他にもね、まあ、ベンチ外にいるんですが、カーティス・ジョーンズだったり、ベン・アルファ、っていう選手も今獲得してるんですけども、まあ、ちょっとレベルが総合値低すぎるので今回スカット外になっております。はい。で、今後はですね、この特殊ダブルタッチランキングみたいなものを作りたいなと思っております。どの特殊ダブルタッチの選手が使いやすいかみたいなのをね、ランキング付けできればなと思うので、ぜひチャンネル登録お忘れなくよろしくお願いいたします。もうビニシウスとネイマールはもう確実に殿堂入りしてますけどね。はい、ということで試合の方行きましょう。はい、ということで、調子こんな感じで来ました。結構ね、調子よく来てくれたかなと思います。まあね、ネイマー好調なんですけど、せっかくなんで、ビニシウス使っていこうかなと思います。いつもネイマー使ってるんでね。はい。今日はちょっといつもと違う選手を入れるというか、で、なぜかジョタにディフェンシブついてる。危な。まあ、両サイドバック、ついてます、実は。特殊ダブルタッチ。なので、まあ、使うことほぼないと思うんですけど、一応ディフェンシブつけておきます。アミリ選手ですね。イランの選手。で、ダニエル・ヒラルド選手はね、ちょっとよくわかんない、俺も。でも、とにかく持ってる。まあ、本当はボランチの選手で、ボックス2ボックスの選手なんですけど、まあ、右サイドバックあるということで、ちょっと起用しています。まあ、この辺は特に使わずですね。まあ、一押しはね、ベリンガム。ベリンガムね、両足使えてね、強いんですよ。で、あとね、ペレイラ。ロベルト・ペレイラ。この選手は2列目からの飛び出しで、特殊ダブルタッチ持っていて、普通に強い。で、逆足使える、この人も。よくない？普通に。めちゃめちゃ強い、この2人。中盤おすすめ。で、サンチョとかも、まあもちろん、まあ知ってる人多いと思うんですけど、この2人強い。あとね、今作ね、デコイラン強いんじゃないかなって俺思ってて、ジョタのね、動きがいいんよ。デコイランの動き。なんかね、ちゃんとスペース作ってくれるんですよ。で、そこに2列目から飛び出しとかの選手入れておくと、ちゃんとそこのスペース使ってくれるんで、もしかしていいんじゃないかなっていう風に今思って、使い続けております。まあ、使い続けてっつっても、このスカットで遊ぼうっていう時にジョタを使ってるだけなんですけど、はい。相手は、レビー・クルピセ監督ですね。はい。対戦、よろしくお願いします。行こう！レディーゴー！もうね、これ相手にしたら絶対やだ。あ、相手動いてない。あ、動いた。まあ、まずは、特殊ダブルタッチしますよっていうのだけ相手に今お知らせした、はい、キックオフでございます。やばい、ファンダイク出しちゃった。守備しっかりね。まずは。守備しっかりだよ。うまい。OK。はい、ナイス、メンディ。いくよー。まず一回縦つけて、はい、いいね。あ、やべえ、止まっちゃった。取れる、ベリンガム。ナイス！あー、ちょっとでかくなっちゃった、ダッシュが。惜しい。今、あそこダブルタッチ抜けたら最高だったんだけどな。はい。アミリさん、ナイス。さあ、今週ね、獲得したビニシウス選手。この人は最強。はい、ジョータ。ジョータもダブルタッチ持ってます。はい。あ、くそ、惜しい。今、2人 ?3 人抜けたから。あー、ファウルか。これ、何人抜き最高できるんだろう。幻の5人抜きとかしたいよね。はい、来た。さあ、ここでジョタからビニシウスダブチシュート。いやー、決められない。止まらない。
ビニちゃん決めてほしい。それは楽しい。まあ、ぶっちゃけねこのスカット使ってる時結構楽しいんですよね僕。はい、あとこのペナルティエリア内でこのダブルタッチすることによって結構 PK をもらえるんで、マジでいいフットボール今作になってからこの戦術、特殊ダブルタッチ強いんじゃねって思ってますけどね。安易かな考え、さすがに。あーちょっとファーストタッチでダブルタッチ入れるとたまにあれなる、トラップ伸びちゃう。取れるよ。ナイス三丁。ロベルト・ペレイラ使っていきたい。斜めに特殊ダブチ。あくそ相手もでも読んできてるな。相手守備上手いと思うダブルタッチの対して。結構ね抜ける人はもっとね簡単に抜ける。ナイスビニ。今度ファールないけど、あ、危ね。あ、ファールそれ。え、ない。なんかなかなかファール取らない審判ですね。はい、このサイドバックでもこのダブルタッチ持ってるっていうね。はい、あ、くそ。オッケー。はい、まあ、まず1点いきたい。 OK。 いやーくそ。 OK。 でダブルタッチのやり方よくわかんないよって人はね、どうやって練習したらいいかなっていう動画前回上げてますので、ぜひそちらご覧ください。概要欄の方に貼っておきます。携帯がちょっと鳴りました。今私の通知音です。皆さんの通知音ではありません。動画を見てくださってる通知音、皆さんの通知音ではきっとないと思います。私の携帯が鳴りました。さあベリンガムからビニちゃん、これスピードで止まると見せかけてチョップタッチ、シューキャン。あーちょっとミスったな今、結構こねがちなのでここはうまく緩急つけていきたいところ。背でかい人が全然上げてない。あ、まさかのジョタがヘリングで決めるっていうコーナー。しかも適当コーナー。あ、これで入るんだな。マジ適当に丸ボタン押しただけなんだけど今。で、まあなんかあれいいとこ来たからと思って適当にインパクトヘリングしただけ。あれで入るんだな。さあベリンガム。こっち。ああ。マルキー、ナイス。さあ、もう一回ベリンガムだよ。まあ、ベリンガムはね、ちょっとね、特殊ダブチ重めではあるんだけど、リーチが長い。足が長い感じ、使ってて。はい、PK。え、ない?今の。あ、やべえ、止まれなかった。オッケーオッケー。かなり嫌だと思う、相手。やっぱ今みたいにぶつかって今 PK 取られませんでしたけど、あれ PK なるからね。はい、ナイスファンダイク。はい、ここで足元使わずに裏に行くっていう緩急。あ、 PK、 それ PK ない。ビニチウス耐えた最後まで。ナイス、素晴らしい、完璧だね今の。特殊ダブチゲーですねこれ、完全に完全に特殊ダブルタッチゲー。サイドバックからやってみる、これ次。サイドバックからどれぐらい、サイドバックで全員特殊ダブルタッチで抜いてゴール決めたらちょっとかっこいいけどね。伝説のゴールになるけどね。ナイスベリンガーだ。あー大丈夫かそれ。オッケーオッケー、どうしよう、こっちから行くか。ダニエル・ヒラルドで行こう。オッケー、オッケー、いいよ。あっ、さすがに、さすがに無理か。てか削られたらおしまいだよな、あれさ。3くらい抜いた後さ、普通にムカつくよなあれ、冷静に考えて。裏、ああナイス裏。うわー、それは退場 ?PK? どっち?退場かな今のは。PK 欲しいけど、この位置は。どうだ?あー、フリーキックか。じゃあ退場だな。相手、あー、ギブアップです。あのね、このスカット使ってるとね、結構これあるんだよな。ということで、もう1試合行きましょう。
はい、ということで2試合目はこのメンツになります。まあ、さっきと変わったのは三笘、そしてフォワードに無理やりちょっとイスコ入れてます。で、右ニコラペペ、さっきサンチョだったかなと思います。であとはエルマス、エルマスは北マケドニアの選手かな。はい、このメンツでいきます。両サイドバックがなんとか調子保ってくれたら嬉しい。あ、でベリンガムさっき使ったので、じゃあセバージョスちょっと行こうかなという感じですかね。まあ、途中トラオレとか入れれたらな、ちょっと最高かなっていう感じです。それでは2試合目いきましょう。はい、2試合目よろしくお願いします。さあ、三笘はね、ぶっちゃけね、ちゃんと使うの初めて。地味にあのコム戦放置にレベル上げたりとかしてたんですけど、ちゃんとこうやって自分で使う、対人戦で使うのは初めて。ティアゴ追いつかないな。あ、相手マクシマンかな、これいいな。今週、昨日かな、一昨日かな、来たマクシマンですかね。フィーチャーマクシマン、裏山ちょっと欲しかった、使いたかったんですよね、マクシマン。さあ、ティアゴ、真ん中で特殊ダメージするのちょっと怖いんですよね、さすがに。いいよいいよ。はい、ここ一回使ってあげて、あ、ディフェンシブ入れてないやつ、そういえば。オッケー、ファールはもらえない。あー、ちょっとディフェンシブ入れよう、さすがに。後ろをやっぱね、攻撃はね、ディフェンスちゃんとしないと生きないので、特殊ダブルタッチをできる形まで持っていけなくなってしまう可能性がねありますんで、こう、それが怖い。なんでちょっと両サイドバックはさすがに入れとこう。はい、ディフェンシブと、右サイドバックに入れて、こっちは左サイドバックに入れて OK です。はい、失礼しました。行きましょう。まあ、ちょっとこの試合はね、イツコがフォワードなんで、まあ、ただもうプレースタイルとか関係ないよと、スピードとか関係ないよと、もうとにかく特殊ダブチ全員抜けばいいんだよっていう、そういうお話ですかね、こうやって。あー、くそー。オッケー、ナイスセバージョス。オッケー、エルマス神エルマスいいね、エルマス普通に使いやすいな、これ素晴らしい。こういうエラシコとかも入れながらダブルタッチで相手との距離感うまくつかみながら、もう最後のシュートはゲージ強くする必要ないですからね、これも心の距離まで行けばチョンですよ、チョン。コントロールシュートも入れてないですけど、はい、ということで、なんか対戦相手ゴールシーン見せてくれてたすいません、ありがとうございます。さあ行きましょう。やばい、てかさ、これ対戦相手さ、バルサのユニフォーム着させて、元レアルの選手とかばっかやね。三笘からセバージョス、セバージョス止まって1個貯めて三笘、はい、三笘いける、それ。もう1個こっち、ピケ、あ、ないか、うわー、今の逆側にダブルタッチして根下で三笘点取れたかもな。三笘に点取らせたいな。ワンツ無理か、あ、ファール、それ、オッケーオッケーオッケー、ナイス。結構相手の前に体を入れるゲーだから、これしっかりボール持った瞬間にモドリッチの前にこう体をね、ダブルタッチの入力入ってましたけど、体を前に入れたことによってファールもらえたということですね。はい、このダブルタッチいけるかな。あー、ダブルタッチできなかった。イスコでダブルタッチしてシュートのイメージでした。さあ、さっきの試合はなぜかジョタがコーナーから点を取るという、あー、惜しい。この試合はコーナーでは点ならず。キーパーアリソン。ナイス、マルキニオス。頑張った。あ、待って、チアゴに変わんない。アミリさん、ナイス。さあ、この右サイドバック。でも、取り来ないな。あ、やばい。誘われたわ。取り来ないな、つって。ちょっとじゃあダッシュして誘おうかなと思ったら、もうダッシュする瞬間に、相手取り来た。おい、なんだその、え、何そのスローイン初めて見た。何今の、しかもマイボーなんだ、ラッキー。何今の不安ってやつ。オッケー、こうやってね、体を前に入れるっていう相手の。あ、ファールでしょ、それ。オッケーオッケー。今みたいに、抜いた後に、相手の体の前にダブルタッチで体を持っていくと。いう風にすると、ファールじゃないと止められなくなる。
お、なんか怖い。あぶな。アミリさん、アミリさん行こう。サイドバック、左サイドバックから行っちゃおうよ。いいよ。こう。あ、いいよ。はい、来たんじゃないこれ。もう一個。いや、ここ抜けた。いや、惜しい。惜しい、アミリ。サイドバックで全員抜いて点取りたいよな。はい、三笘。三笘いいね。最後はこう。もう一個。もう一個。あ、PK。ないか。三笘さん頑張って。三笘さん。惜しい。三笘さん惜しいな、今の。OK。さあ、逆サイドも頑張っていこう。あ、そ。はい、ダニエル・ヒラルド。いいよ。はい、うまい。いや、惜しい。なかなかサイドバックから点取り行くのむずいな。まあ、能力的にも、やばい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 。能力的にも低い。やばい、キーパー頼む。ナイス、ファンダイク、神。能力的にもやっぱ低いんで、サイドバックの選手。ポリカー当てて、特殊ダブチ、ダブチ、シューキャン、エルマス。いや、惜しい。オッケーオッケーオッケー。2点目でも早めに欲しいな、これ。怖いよ、ちょっと、さっきみたいなカウンター。多分、これ相手、もうどうしていいかわけわかんなくなってると思うんだよな。これマジで一番強い戦術な気してきたんだよな、本当に。モサの、俺もこれ対戦相手にしたら超嫌だもん。意味わかんないもんね。まあ、ただ、あとはこう、うまく入力を入れれるかだよね。なんか今、ダブルタッチ入力を。あー、そう。もうね、指おかしくなりそう、今。さあ、ダニエル・ヒラルド行こう。やべ、また、ちょ、ダニエル・ヒラルドの右サイドバック超微妙なんだが。なんか、遅いな、マジで。のっそーってしてる。危ねえ。あ、ちょ、待って、ファンダイクだった。あ、ファンダイクのダブルタッチの方が綺麗あったな、今。なんだ、今の。なんか意外と綺麗って言ったな。いいよ、一回パス繋いでこう。実はパサー多いからな、このチーム今。中盤。パスできる人意外と多いから。三笘。はい、オッケー。ナイス。セバージョスいて、イスコいて、ティアゴいて。で、エルマスは正直どういう選手か普段知らないんですけど。結構パス出せる人いるよね。中盤。いいよ。オッケー。2試合目もかなりいい出来じゃないですか、これ。で、結構ボール取られないんで、支配率も高まりますよね、必然と。相手もどうしていいかわけわかんなくなってると思います、後半。行きましょう。はい、ということで後半キックオフでございます。これおもろいわ、この企画。配信とかでもやろうかな。ダブルタッチ縛りでもう何勝するまでとか。もうダブルタッチ極めたもん勝ちな気がする。いいよ、ペペ。キーパーまで行っちゃおう。よし、何人抜いた今。何人ね、ああ、見せてくれないか。4、5人抜いたんじゃない。最高だね、ダブルタッチ。あ、もう相手もちょっとこれ戦意喪失してる感出てきたな、正直。なんかすごいことになってる。ちょっと今のごちゃりは俺もわけわかんなくなってきた。 OK、 行こう。誘って、あ、いいね、抜けたよ、なんか知んないけど。はい、ちょ、イスコ頑張れ。足押せ、足は押せーわ。裏にスルーパス出しちゃった今。やめて。オッケー、ナイスパンダ。センターバックをふざけずにちゃんとしたセンターバックを置いてるの結構でかい。あそこもなんかダブルタッチ縛りとかにしてたら結構やばいと思う俺。いや、これマジコントローラーすぐ壊れそう。
無理か。あ、ナイス。あー、キャンセル入んなかった。止まって出してセバージョス。あー、無理か。ナイス。一個見せろ。あー、ちょっと体力がないからか、なんか今遅かった気がする。あ、三笘いい動き。ダブルタッチからのナイス。いや、三笘強くない？なんか動き出しめちゃめちゃいいんだけど、今の。まあこれいい位置で取ったっていうのもあるんだけど、ここで溜め作ってる中にあの切り込む、この動き出しすごくいい。三笘さん素晴らしい。さあ、もうちょっと相手多分戦意喪失し始めてはおりますが、まあ今日はもうしっかりやるだけやりた、やらさせていただきたいと思います。いいよ。オッケー、いいよ。ティアゴ、いや、くそ。今キーパーまで抜けたら神ってたんだけどな。惜しい。来たって思ったんだけどな、今めちゃめちゃ抜いたぞここ。守備ざるすぎだろさすがに。これさ、 AI がさ足出してほしいよね。さすがに自分で入力とか入れたらさ、なんか PK とかになるからさ、あれ入力さ入れなくてもさ、そこまでのやつはもうちょっとね、なんとかしてほしいよね。相手の気持ちになると、自分がやられてもどうしていいか分かんないからさ、あれ。さあ、 OK、 サイドバック。でもこの人あんまりスライディングしてこない。だいたいね、わけ分かんなくなってきた人はね、スライディングしてくるんですけど、いっぱいデスラー祭りみたいになるんですけど、あんまりしてこない。もしかしたら戦意喪失してないかもしれない、下手すると。セバ、セバジョス、ナイスリフトトラップ。いいよ。オッケー。最後。神だこれ。これでも煽ってないですからね、マジで。ほんとすいません、そう思われる可能性あるんで。これはいいもんが取れたぞ今。オッケー。さあディフェンス、やばい、インパクトクロス、やばい、嘘でしょ。いや、ナイキー、ナイスメンディ、ペペゴーゴー、ナイス。いや、クソ。オッケー、ラッキー、ナイスファール。あと10分。出してない選手、最後出して終わるか。誰だろう、出してない。トラオレ？トラオレは、まあ、ノーマルなんですけど、フィーチャーの当たんなかったんで。トラオレと、まあ、トラオレもフォワードで出そう。トラオレ、ベリンガムもさっきの試合出したもんな。どうしよっかな。まあ、ネイマー最後出すか。ネイマーと、ロベルト・ペレイラ。オッケー、これで、行こう。もうネイマールダブルタッチって言ってますからね、特殊ダブルタッチのこと。結構そういう人も多いと思います。でネイマールまで手届かない人はビニシウスノーマルで買うといいですよ。ビニシウス結構似てるんで、ネイマーとほぼ使用感ネイマーです。ビニシウス今年の特にドリブルは、なんならネイマーより足速いみたいなところある。三笘頑張れ、ナイス。さあ本家、本家ネイマール、これ、あ、くそー。僕は普段ネイマール使ってるんで、ガチスカで。ネイマールはやっぱ一番やりやすいね、なんか。なんか、微妙に違うんだよね、選手によってダブルタッチ。特殊ダブルタッチついてるとはいえ、使用感が違う、やっぱり。いいよ、トラオレ。トラオレのスピードを一切使わないダブルタッチプレイ。いいよ。あ、惜しい。あ、無理か。いける。まだいける。フィジカル。オッケーオッケー。フィジカルも使いながら。いや、いらねえ。エラシコで散った最後。入力ミス今のは。フットサルみたいになってるな。フットサルでもこんなこねねえか。オッケー。トラオレさん頑張れ、ナイス。ロベルト・ペレイラ、いや無理か。まだもうワンプレーある。
いや間いけない。あ、ネイマールまだある。はい、ということで、2試合やらせていただきました。対戦していただいた、お相手の方ありがとうございました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。先日特殊ダブルタッチ、ぜひ試してみてください。それではまた。